はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソリッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、ちょっととある動画にですね、コメントをいただきましてですね、視聴者の方から、この間ね、確かね、メインデッキほぼ罠のみのバージェストマデッキっていうのを作って動画にしたんですけど、その時の動画で罠のみデッキと魔法のみデッキとモンスターのみデッキ、これどれが一番強いんですかねっていうコメントをいただいたんですね。で、まあ、罠のみデッキは、まあ、一応そのバージェストマの時でやったので、まあ、大体ざっくり分かってるんですけど、でモンスターだけだったら超重武者とかいいじゃないですか。魔法のみで戦ったらどうなるのかっていう、ちょっと今日は検証をしていきたくて、でデッキを作ってきました。魔法カードのみって、魔法カードでだけで勝つって非常に難しいんですよ。なんでかっていうと、トラップカードはトラップモンスターとかいるし、あとまあモンスターだけだでも別にモンスターいっぱい強いのいるからさ、展開できるし、モンスターだけでも全然いけるんだけど、やっぱね、このね、魔法カードっていうのはそのアタッカーを用意するとかないから、基本的に魔法でモンスター一応トークンとかぐらいだ出せるけど、なんかさ、なんかそれで勝つって難しいじゃないですか。でね、今日はちょっと魔法のみで戦う僕が一番強いと思ってるデッキを持ってきました。それが何かっていうと、そう、大逆転クイズもう魔法のみ縛りなんで、エクストラデッキが0枚なんですよ。はい、一切使いません。この状況でも果たして、まあちゃんと遊戯王の、まあ、マサデルでいうとランクマとかでね、ランクマとかで勝てるのかという検証やっていきたいと思います。早速見ていただきましょう。デュエルスタンバイ。魔法カードでアタッカー用意するの不可能なのに、どうやって勝つかって話ですよね皆さん。あ、増殖ストレージ、あ、どうぞ。スタンバイ G 来た。バカめ、俺はモンスターを特殊召喚する気はない遊戯王でモンスターを特殊召喚する気ないってどういうことってなるけどね。ああ、まあでもモンスター特殊召喚する気ないから。さあ、意味不明なカード、カードオブスピリットの効果によってお互い好きなカードを1枚選んで、ランダムに5枚だからそんなカードを1枚を引き当てられるかの謎のゲームが始まるぜ。大逆転クイズ来た。いらねえ今今マジでいらねえ。無の煉獄を発動、カードを1枚ドロー。やべ、手札が弱え、手札が弱え。ちょっと割烹ベースを持ってなさないと死ぬ、これマジで。割烹ベースを持って、ああ、ぶち込みますぶち込みます。カモン、あー、無理くせえな。打ち手の小槌を発動して、全てのカードを戻さないと、これさすがに、まあ基本的には何がしたいかっていうと、マジでライフポイント減らしたいっていう話あるんですけど、まあ割といいね。チキンレースの効果によってライフを1000払いながらカードを1枚取ろう。あー、いいじゃん、割と来た。お、来たか。これ割烹ベース裏でも勝てるっていう謎のゲーミングになるか、ワンチャンあるな。さあ、チキンレースの効果によってカードを1枚取ろう。ペンダンツ、なるほど。疑似空間を発動、疑似空間の効果によりチキンレースのカード名をコピーし、俺の名前はチキンレース、カードを1枚取ろう。あー、強いでいいよ、非常にディモールといい。これはさらにカードを1枚ドロー、強い、いけるぞ。これマジで、これマジでいける。これあ、ドンズサウザンドの契約、ドンズサウザンドの契約、今何、俺ライフ5000あんの。これつまり、あと、ペンダント1枚か、なんだっけ、暴竜の戦列引けばいいんだな。一旦とりあえずドンサウザンドの契約するか。ドンサウザンドの契約して、あ、ポップルアップめっちゃ来るな。あー、なるほどね、サフィラ、あー、粛清か、なるほど。一旦ポップアップぶち込んでいくしかないですね。これで3000払えるから、3000払っていく。で残り1000、あー、いいね。これはナレキンゴブリンぶち込んで、え、っていうかさ、これもう決まってね、ブラックペンだと2枚あるよ。なんかちょっ
いけるわこれ。あ、ブラペンにもあるよ。ではここで問題です。ででん、僕のデッキトップはモンスター、魔法、トラップ、どれでしょう。いや、わかんねえな。当てずっぽで魔法。うわ、魔法だった。当たった。ブラックペンダントの効果、ブラックペンダントの効果、お前の顔面に1000ダメージ、バーンバーン。人間は魔法カードだけでも勝てる。皆さん、パーレスネクストって知ってますか？パーレスネクストとは電子シーシャのことでして、いわゆる電子タバコの一種です。吸うだけの簡単設計で、いつでも吸えて、いつでもやめられる、嫌な匂いがしない、ニコチンタール、カロリーゼロなのに煙が多くて吸い応えもすごい、感触がにもなる、タバコに置き換えてしまえば禁煙の手助けもしてくれるという最高の商品となっています。まだアイコスや紙タバコを吸っている方には今すぐに試してみてほしい商品となっています。実は以前もパーレスネクスト紹介しているんですけども、実際私も愛用しているんですが、本日はパーレスネクストより新商品のご紹介です。パーレスネクストにはたくさんのフレーバーが存在しています。僕は普段マスカットメンソールを愛用しているんですけども、実は9月より新フレーバーソルティーライチが発売になりました。実際試してみているんですが、甘い香りがいい気分転換になっていて、とても美味しいです。これなら相手の激長先行展開中でもイライラせずに済みますね。ソルティライチ以外にもクラフトコーラとかウルトラハードメンソールなんていうフレーバーも追加されてますんで、ぜひ一度試してみていただきたいです。今回もこの動画を見ている視聴者さん限定で Amazon でお得に使える 20% オフクーポンを発行してもらっています。クーポンの使い方なんですけども、商品をカートに入れてレジに進み、支払い方法の画面の下を進んでプロモーションコードを入力することで使えます。この機会にぜひ試してみてください。カップオブエース2連打せなこれ。これさ、俺思ったんだけどさ、魔法トラップカードさ、そんなに連発 して止められるデッキってあんまないじゃん。まあナチュレクストレみたいなね、まあモンスター出てきたら別なんだけど、基本的になんかその今の現環境が意外と魔法カードをそんな連発して止めれることないから、結構まあ粛清とかが一応万能無効あるかな。万能無効とあと、魔法カード無効あるぐらいで、多分ね基本的にはいけるんですよこれ。理論上後手でもモンスター出さないし、なんか、まあ、裏ぐらいなんですよね多分これ。誘発踏むのもね、増殖数字とか刺さんないでしょ。でニビルとか踏まないじゃん。で無限包容ベクトベイラー全く見ないから、このデッキなんでかっていうとモンスターが入ってないからね。モンスター1枚も出す気ないからさ、でこれ実は理論上後手まくれんじゃないか疑惑っていうのが結構あるっていう話する。なんか大した盤面になってねえぞ相手、なんか弱くねえか、お前ユベル初心者か。さてはもうちょっと盤面伸びるはずだけど、 なんかアポロウーサとかその辺で出るはずだけど、まあいいや、チキンレイサードするわ。とりあえずなんかわかんないけど、あのファントムオブイベルとかいうモンスターとかラギアみたいなモンスター正直マジで意味なくて、こっちモンスター全く出ないからリンク召喚もできなければ、あのモンスター効果無効にするタイミングもないんだよね。メタ買いすぎてさ。相手これメタ買いすぎて何これできたっていうのか多分。さあ、とりあえず魔法カード連打します。で疑似空間発動します。でチキンレースの効果コピーしていいですか。まあ、破壊衝動は一応あるからあれだな、こっちのカード破壊されるパターンはあるわな。まあ言うて破壊されるのチキンレースとかなんじゃないかなと思うけどね、多分割るとしても破壊衝動とか、まあ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 いいでしょう。さあとりあえず疑似空間も爆破させていく。で疑似空爆破する、まあそれはいい、もう正直結構どうでもいい。ほんでまあ破壊衝動が破壊状態でラギアの効果で回収して、山の効果でラギアもう一回出てくるみたいな感じでしょ。マジで意味ないんだよねその妨害。まあ破壊されるのは痛いけど、まあ、そのラギアマジで意味ないから。ちなみにあの相手のねモンスターと一緒にリンクすることができるんですけど、あのマスカレーナみたいに自分のモンスターだけでリンクすることはできないんで今この状況だと。
だから本当ラギアマジで本当ただの壁です。棒立ちしてるだけ。あいつ何もしない。こっちの盤面にあの触ってくるのないから。とりあえず格闘ベース打つわ。大丈夫。ギャンブラーにとって表出すのは日常。おい、これこれ次裏出したらお前このゲームやめるからな。おしよ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 し、オッケーオッケーオッケー、とりあえずオッケーで、強欲で貪欲なツボを爆発させて、でカードを10枚除外してカード2枚ドローしていく。でチキンレース発動する。で、チキンレースの効果ガンマとかもマジで、ね、意味ないね。モンスター効果一切使わないから。あ、ブラックペンだった。ブラペン来たな。まあ、とりあえず大逆転クイズセットするでしょ。でブラペンセ、あとほら、あと4枚にすればいいから、あと4枚にすればいいから、あと4枚にすれば OK なんですよね。つまりポップアップここで打って、これでいいのか、これでいいのか、これで内出の小槌と内出の小槌を戻して2枚ドローして4000ダメージ。痛すぎる。あー、ブラペン3枚来たわ。はいはいはい、ではここで問題です。私のデッキトップは何でしょう。わかんねえな。モンスター魔法トラップ、うわー、でも3分の1か、3分の1、いやー、まあわかんない、当てずっぽなんだけど、まあ魔法カードかな。よ、正解正解。ブラックペナントの効果、ブラックペナントの効果、ブラックペナントの効果。バーン、はい、バーン。はい、5点をまくれます。うん、なるほどね。まあ悪くはないか、言うて。まあこれ、あの5点まくれるっていうところもね、実は分かったので、結構ね、実はなんだけど、マジでほんと魔法カードそんないっぱい止めれるデッキないから、魔法カード連打してるだけで勝てるこのデッキは意外と最強っていう説はある。実は環境デッキにも抗える可能性があるというメタ買いすぎて、あまりにもあまりにもメタ買いすぎて、誘発も刺さんねえし、まあ、言うてね、もうちょっと成功確率が高ければね、強欲なツボとか天使の施しみたいなカードがあればもっと簡単に成功したんじゃないかという話はあるけどね。王母の石壁からの王の羊か、なるほどな。まあ、とりあえず、まあ、ホルスはいいわ。ホルスは言うて、まああれですね、あのタイタニックギャラクシーがちょっとダリーかな。タイタニックギャラクシーはゴードンにぶち込ませてなんかちょっと頑張って、まあ、言うてもこれ手札足んねえかな。手札ちょっと若干足んない説もまあまあんだけど、デュアムテフはよくて、もうそケベンセネフとかもどうでもよくて、もうほんとホルツはもういいや。あの52展開してくれ。わかんねえ。はい、まあ、それはいいわ。52どうぞ。タイギャラだけマジでもよし、ほんとに。あー、フォトンロード全然いいよ。全然いい、全然オッケー。モンスター効果1ミリもつかないから、1ミリ体でもマジで。フォトンロードはただの本当あれ、肉壁あいつは。何、あ、このカードが召喚に成功した場合、相手ランで数えて2ターンの間、相手は魔法トラップカードの、カードを発動できない。なるほどね。おい、コナミおかしいぞ。おい、コナミなんかカードがーセットしかできないぞ。このゲームバグったか。おい、コナミなんか不具合が発生してるぞ。どうもすいませんでした。